こんにちは、宮沢です。今日もヘンリー・キッシンジャーの解説するビスマルク体制のお話をしたいと思います。前回の続きからですね、読み上げていきたいと思います。ロシアの勢力拡張がモスクワの周辺地域から発して中央ヨーロッパや太平洋沿岸ないしは中央アジアに及んだために、当初の安全の追求はやがて勢力拡大自体の追求に転化した。ロシアの歴史家ワシーリー・クチュチェフスキーはこの過程を次のように説明している。これらの戦争は元だといえば防衛的なものであったのであるが、少しずつ、そしてモスクワの為政者からすれば意図しないうちに侵略戦争となった。言い換えれば、過去ロマノフ王朝以前の過去土地、昔の王朝の統一政策をそのまま継続すると同時に、モスクワの国家主権に一度も属したことのない地域をロシア領とするための戦いとなったのである。こうしてロシアは徐々にであるが、その広大な領土の外側にある国々の主権に対する脅威となるとともに、ヨーロッパにおけるバランスオブパワーの上でも脅威になり始めたのである。いかに広い領土を支配しているかにかかわらず、ロシアは容赦なくその国境線を外側に押し広げた。もっともこれはポチョム近郊が述べているように、本質的には防衛的な動機から出発していた。女帝の通過する道筋に見せかけの村を作ったことで最もよく知られる過去都市ポチョム近郊は、1776年にトルコからクリミアを奪った際、この征服はロシアの領域を守る、ロシアの防衛力を高めるであろうとの妥当な理由でこれを擁護したのである。しかし1864年になると、安全の確保は絶えざる勢力拡大と同義語となってしまう。アレクサンドル・ゴルチャコフ首相は、中央アジアへのロシアの進出を弾みで拡大されてしまった国境地帯の平和を保つ必要が常にあるということで説明している。ゴルチャコフ首相の発言ですね。中央アジアにおけるロシアの立場は半ば未開で、確たる社会組織を持たない遊牧の部族に初めて接した文明諸国が直面するものに似ている。そのような場合、国境の安全と交易関係を確保するためには、文明度の高い国は常に隣国に対しある種の権威を保たなければならない。そこでその国は次の選択を迫られる。いつまでも手の抜けないこの努力を諦めて国境付近を不穏の状態に任せるか、または次々に未開地の中心部まで進出するかのいずれかであり、後者の場合最も難しいのは、いかにして妥当な地点でとどまるかである。ここまでが引用ですね。多くの歴史家はこの引用文を見て、ソ連邦による1979年のアフガニスタン侵攻を思い出すであろう。しかし逆説的に、過去200年間ヨーロッパにおけるバランスオブパワーは幾度かロシアの努力と英雄的行動のおかげで保つことができたことも同じく真実である。ロシアなくしてはナポレオンもヒトラーも世界帝国を作り上げることに成功したのかもしれない。二つの顔を持つヤヌスの神のように、ロシアはバランスオブパワーに対する脅威でありつつも、このバランスオブパワーを保証する鍵の一つでもあり、この均衡を保つ上で不可欠であるとともに、必ずしもこの均衡と完全に一体をなすものではなかったのである。ロシアはその歴史を通じて、多くの場合単に外の世界から押し付けられた制約をしぶしぶ受け入れたに過ぎなかった。それでも特にナポレオン戦争が終わった後の約40年間の間は、ロシアはその強大な力に任せて利益を引き出すことをせず、かえってこの力を中央ヨーロッパ及び西ヨーロッパでの保守的な諸価値を守るために用いたのであるということです。ロシアはですね、勢力拡張していくと、中央アジアにも進出していくんですね。だけど、その中央アジアっていうのは国境線がよくわかんないですね。なおかつ未開で確たる社会組織を持たない遊牧部族がたくさんいると。で、
その人たちをに対してどうやって国境がないような生活してる人が多いんで、常に移動してる人たちが住んでるわけですね、その辺は遊牧民が。でそこにどうやって国境を引くんだって問題が出てくると。でこの国境付近を放置しとくか、あるいは未開示の中心部まで進出するか、どっちかだと。まあ本当は国境を確定するなら国境付近に町を無理やり作んなきゃいけないってことですね。で人を住まわせて産業を起こさないと、そこは自分の領土だって主張できないですね。これはいつでもそうなんですけども、まあ、そこら辺の島があっても誰も住んでないとですね、まあ、実効支配っていうのは人が住んで産業がないといけない、そうなんですね。だから国境がここまでだっていうには、そこに人が住んで生活してなきゃいけないということですね。だから中央アジアの辺はですね、まあ、遊牧民が多いもんで定住する人がいないんですね。だからそこに出てくとなると人を送り込まなきゃいけないってことですね。でロシアというのはですね、まあアフガニスタン侵攻も1979年にありましたが、まあ、中央アジアに対しては帝国主義的に振る舞うと。だけど逆にヨーロッパに対してはですね、逆に攻められてる立場なんですね。それはナポレオンもヒトラーも世界帝国を作るためにロシアまで攻めてきて、富裕将軍に負けて帰っていったわけですね。で、ロシアっていうのは二度のナポレオンとヒトラーの派遣に抵抗して勝った国なんですね。ということはヨーロッパのバランスオブパワーを保障する鍵になっていると。今もそうなんですね。プーチンっていう人は、まあ、そのままほっときゃ脅威なのかどうかよくわかんないんですけども、ヨーロッパのバランスオブパワーに対して。だけど、ヨーロッパの均衡、バランスオブパワーを保障する鍵にはもうなってんですね。まあ、それは何度も説明しているように EU が不安定になってくると各国の極右がプーチンモーデをするというですね事態になっていると。まあ EU っていう形での統合、まあ特に経済的な統合はですね、まあその国々で利害関係が起こってくると。まあ特にギリシャ問題においては何ですかね、同じギリシア正教とロシア正教って宗教的な結びつきがあるんですね。その部分でギリシア正教を理解してくれる国が他のヨーロッパにないっていうのもあるんですね、これ。そうなると、ギリシア中心に EU がおかしくなるとですね、まあ、ロシアがそのバランスオブパワーの脅威になったり、バランスオブパワーを保障する鍵になったりするということですね。特にナポレオン戦争が終わった約40年間、まあ1815年以降ですね、ロシアは巨大な力に任せて利益を引き出すことができなかった。かえってヨーロッパの保守的な諸価値を守るために自国の力を使ったってことですね。これまあナポレオン戦争が終わってから王政復興が起こったわけですね。ということで、ナポレオンみたいな、まあ、共和主義者、まあ、帝国主義者っていうか、まあ、自分が皇帝になってますからね。王様の上に位置するって言い出した人が、まあ、道具に流されて、で、王様たちが戻ってきたわけですね。フランスに亡命してた王様たちが戻ってきたってもありますけど、オーストリア帝国、等々、まあまあ中心にして王政復興をやりだしたんですね。まあロシアもその中で重要に王政復興に関しては保守的な諸価値を守るためにですね、何の利益もないのに一生懸命守ったってことですね。共和主義、自由、平等、友愛なんか認めねえっていう立場だったわけですね。
で正統主義っていうのを持ち出したと。正統主義っていうのはもともといた王様が一番偉いんだと、そういう人に政治を任せればいいんだっていう考え方ですね。反動、保守反動っていうんですけど、まあ、そういう政治を行う際にロシアがすごい、力を出したってことですね。で、続きです。またロシアが正当性を追求する場合にも、その態度は他の保守的な王室に比べてはるかに宣教的、従って帝国主義的であった。西ヨーロッパの保守主義者が自己抑制の哲学の立場を取っていたのに対し、ロシアの指導者は十字軍への奉仕に身を投じていると考えていた。特にツァーは自己の正当性に対し事実上何らの挑戦も受けることがなかったので、共和主義の運動についてはそれが道徳に戻るということ以上に理解しえなかったのである。少なくともクリミア戦争までは保守的な価値を一致して守ることを提唱していたツァーは、同時にその正当性を自国の勢力拡張に利用することも辞さず、その結果ニコライ1世はヨーロッパの警察官のあだ名をつけられてしまった。新生同盟絶頂の時代にフリードリッヒ・フォン・ゲンツはアレクサンドル1世について次のように書いている。アレクサンドル皇帝は大同盟を存続させるように絶えず意欲と熱意を示していたものの、君主たちの中で最も安易に大同盟はなくとも良いとしていた皇帝であった。ツァーにとっての大同盟は彼の野心の主たる目標であった。ヨーロッパ全体の問題に影響力を行使するための道具に過ぎなかった。彼が現体制を維持することに利益を見出していたのは、オーストリア、プロシアやロシアのように必要性または恐れによるのではなかった。それは自由な計算に基づく利害関係からであって、より大きな利益を提供する体制が出現すればいつでも断念できる体制にあったのである、まあ、ここまでがフードリッヒ・フォン・ゲンツの引用です。まあロシアは正当性、まあ正当主義っていう言葉先ほども言いましたけど、正統主義っていうのがいいんですね。だからこれは王様が一番偉いと、共和主義者なんで嘘っぱちだっていう考え方ですね。共和主義っていうのはですね、王様のいない国のことを共和主義の国だっていうんですね。共和国ですね。で、共和国以外は王様がいるわけですね。中華人民共和国とか、まあ、ドイツ共和国とか、ドイツ連邦共和国とか、まあみんな共和国であるところはアメリカ合衆国もそうですけど、王様がいないですね。日本は共和国じゃないですからね。王様がいるんですよ。天皇陛下は王様、外国から見れば王様なんで、王様というか皇帝ですね。エンペラーって言われてますから。ということになってます。で、ロシアも、その、今のロシアと昔のロシアが違うのは、昔のロシアっていうのは帝政だったわけですね。で、革命が起こって共産主義になって、ソ連になったわけですね。で、ソ連が崩壊して今度はロシアは共和国になってるわけですね、今。王様いないんですよ、もう。ロマノフ王朝っていうのは、まあ、革命で滅びたんですね。ということです。で、まあ、正当性っていうのは、だから、帝国とか王国が主張するもんだと。で、ロシアっていうのは特に保守的だったという、他のヨーロッパの 国に対してさらに保守的で、ナポレオン戦争ですね。1815年にナポレオンが、完全にヨーロッパから追放されて以降ですね、新生同盟っていうのを組んだんですね。これ新生同盟って、まあ、ロシアとオーストリアとプロイセン。ロシアは帝国ですね。皇帝と、オーストリアの皇帝と、あとプロイセンは王国だったんで、まあ、それを中心に王様が一番偉いんだ同盟を組むわけですね。で、そこに他のヨーロッパの王室もその同盟に入っていくんですね。で、アレクサンドル一世はヨーロッパの警察官であだ名をつけて王様の国を守ろうと言ったわけですね。で、その情熱っていうのはよくわかんなかったんですよ。
なんか、実際に、利害関係がよくわかんないっていう、どういうことかっていうと、新生同盟って王様たちが仲良くしましょうって言ってるだけの同盟で、具体的なものが、中身が何もないんですね。それは政治的にも経済的にも何もないんですよ。王様が一番偉いんだっていうのを確認するだけの同盟だったんで、その後にできたその三帝同盟とかですね、そういうのとは違うってことですね。そのドイツと、オーストリアと、ロシアが組んでたビスマルク主導でやってた三帝同盟とかとは、新生同盟ってのは違うんですね。王様が偉いんだ運動なだけですから。で、大同盟を存続させるように意欲と熱意を示したけども、まあ別に大同盟はなくてもいいんじゃないかとも思ってたと。矛盾してたってことですね。で、続きです。もっともアメリカ人と同様に、ロシア人は自分たちの社会は例外的なものであると考えていた。ロシアは中央アジアに進出するにあたり、遊牧民族ないし、封建社会にしか遭遇しなかったので、アメリカの西部への発展と多くの点で似た様相を呈していた。つまりこれを正当化するロシアのやり方は、さっきのゴルチャコフの引用の線に沿った、アメリカがまさにその明白な運命を説明した方法に類似していた。しかし、ロシアがインドに近づくほど、イギリスの疑念は深まり、ついには19世紀の後半に至り、アメリカの西への進出の場合と違って、外交問題にまで発展してしまったのである、ってことですね。アメリカ人ってどんどん西部に開拓していくっていう使命があるって自分たちで信じてたんですね。だから、最初ピューリタンで、東部にたどり着いた人たちが、どんどん西部に、植民していくわけですね。で、西部劇っていうのはその植民していく人たちの話を書いた映画ですね。映画とかドラマですね。で、これはアメリカ人っていうのはマニフェストディスティニーっていう明白な運命っていうんですけど、マニフェストディスティニーって言葉があるんですね。これを信じてるんですね。だからアメリカの西側っていうのは、アメリカはどんどん西に発展していくんだっていう使命があるんですよ。で、その西の一番端っこはどこだっていうと、ハワイ、今のところハワイになってるわけですね。だけど実はハワイで終わってないんですね。日本まで含めるって話があって、俺は副島先生が言ってたんですけど、アメリカ人のマニフェストディスニーって日本まで入ってんだと。西側、西部劇で開拓していくように日本まで開拓していこうと思って、GHQ は占領してたと。さらに朝鮮まで行ったと。マッカーサーっていう人はいますけど、マッカーサー、ま、元帥ですね。あの人はもう、よくよく考えればマニフェストディスニーの保安官みたいな人ですね。変なパイプとか加えて。なんか格好つけてるわけですよ。第一ボタンも外してる、なんか将校なわけですね。なんかジョンウェイン気取りなわけですね。で、結局そういうふうにどんどん西に、植民していくんだと。で、アメリカ人の思想、開拓民の思想を植え付けていくっていうですね、そういう明白な運命、明白な運命っていうか使命があるって、本気で信じてんですね。信じてる人たちがいるんですよ。多分圧倒的にそのアメリカ人の支配者層にいるわけですね。これロシア人も自分たちがそういう使命があるって考えてる、中央アジアに対しては思ってるんですね。遊牧民族とか封建社会しかいないから、なんか自分たちのその、反スラブ主義っていうものですね、中央アジアに拡大していこうとするわけですね。アメリカの場合と非常に似てるってことなんですね、これ。まあ、ついでに言えばな、日本まで植民してきて、西部劇と一緒なわけですね。日本まで叩き止めしたと。次はそれで北朝鮮の38度線まで、行ったわけですね。で、それ以上はうまくいかなかったんですよ。中国って国はマニフェストディスティニーに対抗してくる歴史があるんで、まあ、朝鮮戦争が起こったりしたと。まあ、そこで、まあ、ソ連と中国とぶつかるようになったってことですね。まあ、ベトナム戦争もはっきり言えばマニフェストディスティニーなんですね。自分たちの主張を、あそこまで押し広げてたっていうのは、西部劇のジョン・ウェインがですね、なんかインディアンと戦ってるのと、そんなに変わんないんですね。インディアンだと思ってるんですよ。インディアンって東アジアの人間もインディアンだってことですね。そういうことになるそうなんですね。まあ、それは
それは言われるはそうだなと思いましたけど、そうご理解いただければいいと思います。アメリカ人のですね、マニフェストデスティニーってのはどこまで行くのかっていう問題が実際にあるんですね。で、その連合軍の司令官だった、マッカーサーですね。あの人は、まあ、副島先生によると、地獄の黙示録って映画ありますね。マロン・ブランドが出てるんですけど、ベトナム戦争を描いた映画なんですけども、あのマーロン・ブランド役の人が、マッカーサーがモデルだって言うんですね。それはどういうことかっていうと、マニフェスト・ディスティニーだって言って、ベトナムの奥地まで攻めてって、いつかそこの原住民の王様になっちゃう人っていうのが出てきちゃうんですね。で、その、開拓していくと、植民していくと。で、植民してるうちにその、何ですかね、植民して、インディアンたちを従えて王様になってしまう人間っていうのが現れると。で、その話はもともとその、イギリスの作家だと思うんですけど、コンラッドって人があるんですね。その人は闇の奥っていう小説を書いてるんですね。で、岩波文庫から出てるんですけど、その話もそういう話なんですね。なんか、アジアの奥地に探検しに行ってですね、そこの原住民の王様になっちゃう白人が出てくると。で、マニフェスト・ディスティニーっていつかそういう、どんどん西に進んでいくとですね、その密林の奥地で、ある日、自分が王様だっていう熱狂に取り憑かれる人物が現れるっていうことを描いてるんですね。で、マッカーサーって人もそういう人だったんですよ。なんか、ユーフォリアっていうか、熱狂に駆られてですね、まあ、朝鮮戦争の頃に本国に送還されてしまったと。いきなり次期大統領候補だったのに、こいつちょっと精神的におかしいぞってことになってですね、朝鮮戦争のさなかに、司令官を解任されてですね、本国に送り戻されちゃったんですね。まあ、もっともその予兆はニューディール政策の頃からあって、まあ、何ですかね、ボーナスアーミーっていう、福音、なんか何でしたっけ、まあ、軍人たちのなんか恩給をめぐる騒動ですね。その時も、それを征伐するために、マッカーサー元帥が、ニューヨークの公園に攻め込んでですね、やりすぎたっていうのがあってですね、なんか、自分の軍を指揮してるうちに、自分が王様だって勘違いするタイプの人だったんですね。盛り上がっちゃう人だったんですね。で、その盛り上がりっぷりを、その地獄の黙示録でマーロン・ブランドに皮肉にも描かしてるっていう、そういう見立てで映画を解読すると面白いって言ってですね、まあ、副島貴彦さんという評論家の方言ってました。まあ、確かにそうだなと思いましたけど、まあ、そんな話があります。まあ、余談です、それは。で、続きです。アメリカとロシアが両国とも勢力を自由に拡大できる偏見を持っていたことは、両国がそれぞれ自国を例外的だと思う点のうちで共通する数少ない部分であった。アメリカが自己に固有のものとして自負していたものは自由の概念を基礎としていた。ロシアに固有のものは皆が同じ苦痛を味わったということから発していた。アメリカでは誰もが同じアメリカ的価値を分かち合う資格を持っていた。ロシアではロシア的価値は非ロシア人のほとんど全てを除いたロシア民族に限られていた。アメリカが自己を例外的な存在とみなす考え方は、時には道徳的十字軍に走らせ、時には孤立主義に走らせた。一方、ロシアが自己を例外的だとみなす考え方は、戦況の精神を呼び起こし、多くの場合軍事的暴言に引きずり込んだ。ロシアのナショナリストであり政治評論家のミハエル・カッコフは、西側とロシアの価値観の違いを次のように説明している。アメリカでは全てが契約関係に基づいているが、ロシアでは全てが信仰に基づいている。この違いを生んだのは、かつて教会が西側で選んだ立場と東側で選んだ立場の相違である。西側では二重の権威が存在したが、東側では一つの権威しかなかった。ロシアのナショナリストおよび反スラブ主義の作家や知識人は、
ロシア国民のいわゆる利他主義の理由を等しくロシア正教の信仰に帰している。ロシアの偉大な文豪で熱烈なナショナリストであったフィオドル・ドストエフスキーは、ロシアの利他主義は必要によっては西ヨーロッパ全体を相手にしてもスラム民族を外国の支配から解放する義務に基づくものであると解釈している。ロシアの1877年のバルカン侵攻の際、ドストエフスキーは次のように書いている。国民に聞きなさい、兵隊に聞きなさい、なぜあなた方は立ち上がったのか、なぜあなた方は戦場に赴き、そこから何を聞きたいしているのかと。彼らは一人の人間として答えるであろう。我々はキリストに仕え、抑圧されている同胞を解放しようとしている。我々はたとえヨーロッパを敵に回してでも、これらの抑圧された同胞をお互いの協調を図り、その自由と独立を援護しなければならない。ロシアが敬うと同時に軽蔑し、羨望の目で見ていた西ヨーロッパの国々と違って、ロシアは自国を国家としてでなく、地政学的考慮を超越した信仰に駆られて武器を持って立つ崇高な使命そのものであると見なしていた。ドストエフスキーは、ロシアの市民はスラブの同胞を解放することにとどまらず、お互いの協調を図ることも含むとしたが、こうした役割は容易に支配に転嫁しかねないものであった。各国にとってはロシアは第三のローマ帝国であった。ロシアの各国の引用です。ロシアのツアーは単なるロシア皇帝たちの後継者であるばかりでなく、東ローマ帝国の皇帝の継承者、すなわちキリスト教信仰の真の教義を確立した教会及び公会議等を組織化したものの継承者である。まさにビザンチン帝国の没落とともにモスクワは台頭し、ロシアの偉大さが始まるのである。ロシア革命の、ここまでで各国の引用終わりです。ロシア革命の後も熱烈な布教精神はコミンテルに引き継がれたということですね。あ、これすごいいいこと書いてありますね。アメリカ人は自由っていう価値をですね、旗印に、植民していくんですけど、ロシア人は違うんですね。ロシア民族を助けるために植民していくんですね。植民というか、膨張主義を取っていくと。で、アメリカではミハイル・カッコフっていうロシアの政治評論家がいるには、アメリカは全て契約関係に基づいてるけど、ロシアは全て信仰に基づいてると。契約より信仰が上だってことですね。そりゃそうなんですね。これドストエフスキーの小説見たってそうですけど、最後は信仰が一番重要だって話になってくるんですね、どうしても。で、その違いを生んだのは教会が西側で選んだ立場と東側で選んだ立場の違いであると。西側ってのは二重敬意なんですね。頭の中の問題と世俗の問題を分けるってことになってるんですね。ディビニティとセキュラリティを分けると。だから教会敬意っていうのは信仰の中で問題になるだけで、世俗では問題にならないってことですね。それがローマンカトリックの立場ですね。で、東側は一つの権威しかないと。これは、オーソドキシーっていうですね、ギリシア正教ですね、とその流れにあるロシア正教ですね。これは教会権威っていうのは、まあ反スラブ主義ってことですね。スラブ民族を外国の支配から解放するために、オーソドキシー、ギリシア正教、ロシア正教が、の信仰っていうものは、重要だって考え方ですね。ロシアの使命は、スラブの同胞を解放することと、さらにスラブ民族同士で協調していくことだと。で、その根本にあるのが、ロシア正教だって考え方なんですね。で、そのロシア皇帝っていうのは、ロシア正教の正当な、継承者であると。それは没落したビザンチン帝国に代わるものだっていうのがロシア人の考え方なんですね。だからロシア人っていうのは自分たちがギリシア正教の正当な、まさにオーソドキシーっていうんですけど、正当な継承者だと思ってるんですね。で、プーチンもそういうとこありますからね。今まあ別にプーチンはロシア正教に肩入れしてるわけじゃないですけど、敬虔なロシア正教徒ですよ。だからそういう人っていうのは信仰心があるから、この信仰心ってのは結構ロシアのナショナリストや反スラブ主義っていう一番根っこのところにあるもんだと。
この信仰心の強さはドストエフスキーやトロシチューの小説を読めばすごいよくわかりますね。ロシア人ってやっぱりロシア正教徒だっていうのがわかる。根っこのところに本当に純粋に宗教を信じてる狂信的なところがあるんですね。で、今ヨーロッパのプロテスタントとかカトリックみたいに世俗の権威と分けるっていう、そんな甘っちょろい使い分けしてないですからね。まあドストエフスキーの罪と罰のソーニャみたいなもんで、狂信的ですからね信仰が。どんな苦難にも耐えると、で苦難に耐えることこそがロシア人の使命だと思ってるとこあるんで、宣教精神があるわけですね。何としても苦難に耐えてですね、困ってる同胞を助けてあげたいと。老婆殺しをして悩んでるラスコリニゴフを改心させたいっていうですね、強烈な思いで生きてると。ああいう人がロシアにはいるんですね。だからどんな困難にも耐えるんですね。そこがまあロシア人の強さだと思いますけど、アメリカ人ってそれに比べれば自由の観念も契約的だってことですね。契約が終われば帰っていっちゃうってことですね。まあそういうことですね。まあアメリカ人のマニフェストディスティニーっていうのもちょっと強烈な信仰ですけどね、狂信的だと思いますけど、ロシア人のロシア正教宣教精神っていうのも結構強烈だと。それは日本人の神風アタックが強烈なのと同じですね。民族の根っこにあるなんかファナティックな部分がそこにあるってことですね。そういうのを、まあ、このキッシンジャーとしてはよく感覚的に分かって書いてるなって、さすが世界史の安全保障専門家だと思いますけども。ということでした。今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。